はい。どうも皆様、こんばんは、ごきげんよう、ライデンです。これでいいかな。マルチオンライン4やっていきましょうということなんですけども、ちょっと最初音量と、あと、レベル上げをしたので、前回はですね、マルチオンライン4、ちょっと音がちっちゃくなってるんで、それは直しますね。前回レベル上げをして、今ちょっと残業村に、ちょっと諸事情でいます。なんだっけ。そう、前回ちょっとコメント返しをさせてもらった関係で、音ちっちゃいな。100でいいんか。はい、ごめんなさい。20分の1の量になってる。ちっちゃいわ。まあ、てな感じでね、一応、途中で前段の仕掛けてるんで、金は全然溜まってないんですけど、実はですね、あいつ、メタルポメラリアンを倒すことに成功しましたですね。経験値がちょっと爆発してるっていう感じにはなってはいるんですけど。ちょっとなんか、どうしようかな。なんかあげるか。すみません。ちょっとですね、ベロに、最近なんか喋り方おかしいなーっていうふうに、お気づきの方、ここ数回の喋り方がおかしいなというふうに、お気づきの方いるかと思うんです。実はですね、ちょっとベロの方に、口内炎ができてしまいまして、すごく喋りにくい状態になってしまっているので、ちょっと聞き取りづらかったら大変申し訳ないんですよ。ちょっとお許しください。で、なんかあげるか、じゃあ。心眼な。ステータス。あ、そう、ちょっと待って、だってシュミ太郎の MP が低すぎて、天変地異が使えないので。いけるな。攻撃力はマックスがいいな。まだいける。うわ、3万。3万、そんな話聞いてないぜ。刺激は？刺激意外と上がってないな。刺激 MP。まずちょっとこれレベル4まで解放しといて。刺激でももうなんかあんまいらなそうだな。HP 上げるか？あ、敏捷性。もう一回行くか。なかなかいいのでは？ちょっと、これで取っとくから、防御力はいらない。防御なんかしてる場合じゃないからな。で、ちょっとご要望がありましたので、フラフラフラダンス 一応解放しておき、あ、ちょっと待った、ステータス見てからだな。HP。なんだって5000だったっけ？ 5000 だな。力こそパワー。あ、いや、マジ覚醒にあんまならないからな。アジリティ解放。どうしようかな。使い切ってもいいけど、ちょっとじゃあ、ご要望のありましたか？このフラフラフラダンス、解放しておきます。まあ、どうせまた、もらえるしな。さすがにこれはピーだな 1万か。悪くないんだけどな。下ネタ大臣が。ああ、結構強いな。いいか。ちょっと置いとこう。シュミテラも解放してある。お月もいろいろやばいな。
ドマイド、あ、プロテクトメディシンシールド、M シールド、これ便利そうだな。魔法耐性で魔法使ってくるやついいのかな。お月に MP は十分ある気がするんだけどな。しまった、間違えた。間違えた。よし、こんなもんしよっか。コーリトラは魔材連成。まあまあいいでしょう。強いんだよな、十分。チェインって何？他のやつあったか、チェインって。ないよな。よしよし、セーブだ。なんかあるんですよね、戦ってても可愛い絵とかもいっぱいあるんですよね。あ、バーテンダーのもんとか買えるんだ。へえ。まあ、ちょっと今回はですね、初版の図ってここから戻るところからスタートになります。あ、でも一発で戻るんかな。カズヤにちょっと寄って、で結構資材も溜まってるので、ゴミメタルがすごいな。ゴミメタルがでもそんなたくさんあるわけないな。ちょっと待ってね。ね、ちょっと待って。あ、で、そうそうそう、ちょっとついでに、マイドニウムを外しとけっていうのがありましたので、これ外して、防御力を上げるか、 HP かな。ジャックはギリ宇宙パンツ、マイドニウム外しの、一緒なんだな、テスペグラブとビートルメール。鼻毛、鼻毛。ちょっと、太郎をちょっと、シメ探しに鉄槌外しといて、スキン。どうしよう。ハナドリング一回余ってるんだよな。まあいいか。で、武器強化。あれ？外してるんだよな。ああ、コツしか言ってないのか。どうしようかな。隠しなかったか。よし。いいかな、これで。ゴミメタルがきついなぁ。ゴミメタルきつい。沼鉱石も全然足りないな。ふん、オートとか書いてあるし。あれ、経験値こんな余らせちゃってる。
あれ？罰金強化してないっけ？忘れ去られてるわ。あ、4000だよね。4000。あ、だよね、だよね、だよね。おかしいと思った。ジャック強化するものないんだ。さあ、どしこマイドやっとくか。なんかいいことあるかもしれんしな。よし。なんか売らんといけんけど、ちょっとよろずやで。しゃっせー。スーパーツルハシを3本ほど購入して、金が足りない。金って。一直線でいけるんだ。一直線でいきまーす。いやほどほどに気をつけろって。一回しか死んでないから。あ、そうだ。あれ買っとかないと、なんとかマザイ。あ、てか、使えるんだっけ？アイテムに。あれ、復活マザイみたいな。誰だっけ？もう好きにか。無罪連星。わお。初級連星。連星。2倍マザーいけるじゃん。ジャスミマザー全部使うんか。まあいい、ジャスミマザーは金で買えるから。ジャスミマザーを買おうではないか。出生購入。11個ぐらい金がいくらあっても足りんこのゲーム。いやー、何してんの。前回のマイクいかがでしたかね。今回もまた普通の前回と違って、また今まで通りのヘッドセットに戻しているんですよ。前回のマイクはですね、使うのにがすごくめんどくさくて、えらい強いんだが、前で待ち、スキルバチキン、いいね。そして今戻ってるだけなので、本当に特におしゃべりすることがないっていう、前回のパートの終わりでちゃんと最後まで戻っておけるっていう話なんですよ。どこに行けばいいんだっけ。あれ、もうちょっとなったっけ。あ、内部。あ、買い取りあんじゃん。この辺か。あ、謎の出土品な。これ鑑定してもらえみたいなコメントもありましたね、そういえば。おお、高い高い、いいねいいね。モビメタル。男らしいの男をそれにするんじゃない。誤解を招くから。これ他になんかなかったっけ、この施設。海は広いな、沖縄。出航。
の港町。鑑定屋さんみたいな、なかったっけ。まあ、この町は小さじゃないかも。うん。あ、そうだ、なんか、ですね。イカダが使えるようになったと前回ちょっと出ちゃったんですよ。ちょっと自分全く理解できてないんですけど。クソガチベリーの扉。この辺、あ、また鑑定屋。これ高くない？ねえ、大損超えたわ。超えてないんか。2500だったから、もっと現金がなくなったな。困ったな。乗る。あーやい、あーやい、出航サルさんだね。あいやい、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 マリキンオンライン、フォー。あれ、こんなとこだったっけ。はあ、やばい、戻るだけで尺を全部使ってしまいそうだ。まあ、そういうたまにはセーバーともありですよね。いつもちょっと進んでばっかりなので、もうちょっと予想見せずにちゃんと進めつご意見もおそらくあると思うんですが、そろっと、あ、そう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 、でここでこれが使えるようになったんですよ。ちょっと一旦戻りますね。あ、そう、街がめちゃくちゃになっちゃったんだよ。ほんとふざけんなよって感じ。うん、で一応セーブをさせてもらって、おお、シグキンさんってなんか羽が生えますよね時々。あれ何なんでしょう一体。前でもチェックと、で、これか。あ、自分で移動すんの。スーッとどこでも行けるじゃん。あ、モンスターに、モンスター出るんだ。強そう。強くね？強い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 。手に入る経験値すげえ多いんだけど、どこに行けばいいの。レベルアイズ絶対こっちの方が良かったじゃん。あ、好きなところに行けばいいよね。よし。もう自分が今どこにおるんかもわからん。ゴリファフの月場。うわー、なんか見たことない気持ち悪いやつがいる。
レジスト多いな。毒が毒って出るの面白すぎるよ。強くない？強い、普通に強いよ敵が。MP がやばいな。あ、この方が良かったな。まあ、いいか。うまいぞ、死ぬだろうね。よし、行こう。どこに行きゃいいんだ？どこに行ったら降りれるんだ？あ、全然降りれるじゃん。どこでも降りれるんかい。どこでも降りれるんかい。お、来た。これがね、当たればすげえいいんだけどな。また笑った。普通に倒せたわ。1000の。でも、お金は全然くれないっていうね。あれかな、全員の俊敏性が上がってるからかな。なんかあるじゃん、そこ。船で行かんといってんの。なんだこいつら。こいつが危なそう。フェアリージャックって、顔一緒やん、ジャック。弱体羊ってどういうこと？おい、バカ寝てんじゃない。よいしょ。ジャパニーズシティ。ぐるーっと浮かしていかないといけないわけだな。遠いわ。はあ、まったくもう。ゆるん、いらんな。よいしょ、倒した。うわわ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 。やべ。よし。なに、これは、レベルを上げておけよという、あれか？制作人の思いやりか？まだ不可能人が2人いるから大丈夫。はい、ということでね、ちょっとあまり今回進まず戻ったり、レベル上げするするだけになってしまったので、ちょっと続けてやっていきますね。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いいたしましょう。それでは、皆様、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。お相手はライデンでした。See you!